王党派は王政を支持する政治党派である。フランスのように王政支持派と定政支持派が対立するケースもあり、協議にはあくまで王政のみの支持派を意味するが、抗議には定政などを含めた君主制支持派を王党派と呼ぶ。共和派とは当然対立する。また、君主申請を支持する勢力のみを指し、議員内閣制を前提とする。 立憲君主制の支持勢力を含まない場合もある。市民革命においては、国民主権を主張する共和派と対立し、国王及び王権を支持する勢力であるが、必ずしも貴族が王党派というわけではなく、保守的なブルジョワジー、市民や農民も王党派の支持基盤であった。現在でもルーマニア、セルビア、ロシア、旧ハプスブルク君主国の領域、フランス、 ドイツ、イタリアなどで、君主制復活を目指す王党派が少数活動している。フランス革命期においては、プロバンス北とアルトアハクら王族、あるいは、絶対王政期のアンシャンレジームの貴族、聖職者を言う。彼らは、フランス王国などの王政国家を維持する、勢力であった。近い考えを持つ集団として、王政は認めるものの、 これを議会のコントロール下に置こうとする立憲君主主義者が存在し区別される。しかしジロンド派やジャコバン派などの共和派が絶対的な指導権を握った革命期においては両者は共に攻撃の対象とされほとんど区別されずに応答派という枠にくくられた。特に革命期のパリでは応答派であることが発覚しただけでテロの対象になることも珍しくなかった。 一方、革命期でも地方では革命政権の中心地パリほど国王憎しの感情は高まりを見せず、農民の間で急進的な国王不要論が急増することはなかった。バンデの反乱のように徴兵制反対や信仰の自由を求めた農民反乱に地方貴族が合流して応答派の反乱としての性格を見せるケースもあり、 フランス全土の規模で見れば王党派は致命的に勢力を失ったわけではなかったとも言える。フランス革命以後、主にナポレオン・ボナパルト失脚後に生まれたブルボン家支持者をレジティミストという。復興王政で反動政治を進めた王党派は一般に超王党派と呼ばれる。また、フランス7月革命で成立したルー・フィリップ統治のオルレアン・アサ支持者を オリレアニストという。両派はいずれもブルボン家の血を引く王家を支持しているため、抗議には王党派の範疇に入ると言えるが、ルイ・ナポレオン支持者のボナパルティストと激しく対立した。現在、フランスでは、共和政体維持の制度保障として、国王、皇帝を世襲した者の子孫の公職就任に制限をかけているが、黄色いベスト運動に参加する王党派も存在するなど、 王統派が完全に消滅したわけではない。オットーフォンハプスブルクの葬儀において、帝国時代の軍服に身を包んで行進する王統派第一次世界大戦に敗れた後、オーストリア・ハンガリー帝国は解体され、複数の小さな共和国に分裂した。しかし、ハンガリーでは王政が復活し、最後の国王カール一世の復帰運動が起きた。その後、 カール一世の皇太子であったオットーフォン・ハプスブルクが1930年代におけるオーストリアの君主制復活運動を指導し大きな影響力を持った。当時のオーストリア独立維持派の間ではナチスドイツとの併合を阻止するにはハプスブルク家の下での君主制復活が最良の方法だと考えられていた。現在、オーストリアではシュバルツ・ゲルベ・アリアンツ、チェコでは チェココルナといった、王党派の政治団体が活動している。ホルシュタインゴットルプ王朝による、王党派スウェーデンでは、1751年に、ヘッセン家のフレドリク一世が死去した後、ホルシュタインゴットルプ家のアドルフ・フレドリクが衰退された、ものの、王権を著しく制約された。王ロビーサウルリカは、王党派と結びクーデターを図ったが、陰謀は露見し、関係者は処罰された。 1772年、グスタフ三世は、王党派の支持のもと、この衛兵を用いて、クーデターを起こした。グスタフ三世は、王権の強化に成功し、絶対王政への道を開いた。グスタフ三世支持派は、主にブルジョアや農民からなり、貴族は少数派であった。彼は、啓蒙主義的思想を持ち、貴族からの徴税も辞さなかったため、一部の貴族から恨みを買うこととなった。 1789年にフランスで革命が起きると、グスタフ三世はこれに反発し、フランス王室に深い関わりを持つ貴族、ハンス・アクセルフォン・フェルセンを通じて、反革命運動を起こしている。1790年に、ロシア帝国との戦争を終結させると、グスタフ三世は、さらにこれを推し進め、フランス亡命貴族と連携し、反革命十字軍の設立を目指した。 一方で、フェルセンは、オーストリアと通じて、ブルボン王家救出活動も行った。しかし、スウェーデンにおける、反革命支持派は少数であり、1792年に、グスタフ3世が暗殺されると、革命からは手を引くこととなった。1809年、グスタフ4世やドルフが、クーデターによって敗位された後、ホルシュタインゴットルプ王家の断絶が決定的になると、 一部の王党派はグスタフ4世の元大使グスタフを大いにつけようと格索したが結局失敗しベルナドッテ家がスウェーデンの新王朝として今日まで存続することとなった。1917年ロシア革命が起きるとフィンランドの独立運動に際して親ドイツ派のスウェーデン系保守政党がドイツ帝国に接近し一時ドイツ人の国王カールレイ1世を選出している。 彼らの目論みは第一次世界大戦でのドイツの敗北により失敗に終わった。彼らは立憲主義者であったが実質王党派であったと言える。アメリカ独立戦争に際し帝国の一致を主張してイギリス王への忠誠を誓った王党派はアメリカが衆国独立後はカナダへ移住した。詳細はロイヤリストを参照。歴史上の勤労勢力が 抗議の応答派に含まれると考えることもできる。幕末の尊王上位派、大日本帝国陸軍の行動派、第二次世界大戦中の大政翼3回、戦後の右翼団体などが該当すると言える。いずれの場合も彼らの主たる、対抗勢力も天皇を君主としていただくことは否定しておらず、彼らの主張は天皇神聖の下で、もしくは天皇の意を対して、 新体制を構築することである。ありがとうございます。